ターボさんどうですか、いいですか、井川さんはなんか、はい、かっこいいですね、かっこいいですか、いろんな、はい、なんだろう、いろいろあって、はい、すごい見どころありますよ。あ、なるほど、はい、なかなかいいですね、こうやって子供たちもいっぱい来ててね、なんかいっぱい家族連れで来るのも面白いですよね。まあ、こういった感じでね、F15 とかこう戦闘機が説明が書かれてるんで、実際そこのところで使われたのを見て、学ぶことができるんでね、ぜひお勧めいたします。はい、じゃあ次、吉井行きます。